中西秀俊氏は日本の柔道家。現役時代は軽量級の選手として1983年の世界選手権大会で金メダルを獲得したほか、全日本選抜体重別選手権大会で2度の優勝、行動完売で1度の優勝を飾るなど階級の第一戦で活躍した。身長168センチメートル。現在は東海大学にて、 体育学部教授と柔道部部長を務める。妻の中西道子も柔道家で、1981年と1985年の全日本女子体重別選手権大会の中両級で優勝している。福岡県か谷郡海町出身。父親の製造を含め村相撲で代々大関を張った家系に生まれ、幼い頃は、 父親や兄と毎日のように相撲を取って遊んでいた。調律海小学校4年生の時に、地元の若くすの機械道場へ入門したのが縁で、柔道の道に進み、調律海中学校に進むと柔道部に入部して、本格的に稽古に打ち込んだ。その指導は、筆。 両共に、高校生と比べても遜色ないほどの完全なスパルタ教育で、中学生では禁止技の締め技や関節技も当たり前のように練習メニューに組み込まれていたという。中西曰く、いつやめようかと捨て身で稽古に打ち込んでいるうちに上級生になっていたとのこと。高校への進学に際しては、地元の県立高校の柔道部顧問に誘われ、 中西自身もその教員のことを尊敬していたため、迷うことなく、同校を受験するが、結果は、まさかの不合格に。不合格の方を聞き実家に謝罪に来たその顧問から、東海大、附属後校を勧められた中西は、父親の後押しもあって同校に進学することを決意。1974年のことであった。東海大、附属後校時代に指示した。 松本康一高校は、実家から通えない距離ではなかったものの柔道に、専念するために親元を離れて入寮することにした、中西にとって、指導者である、元全日本王者の松本康一との出会いは、印象的なものとなった。入寮してきた中西を見るなり、お前、体が小さいなぁとぼやいた松本は、小さかったら、練習の時には、 人の二倍も三倍も技をかけないといかん。とにかく技をかけてかけまくるような練習を続けてたら、絶対に強くなれる。そうなったら、世界も夢じゃないと続けた。その時はピンと来なかった、中西だったが、松本の、世界問う言葉が、心の隅に引っかかり、高校生活を柔道に明け暮れるきっかけとなったという。中学時代に厳しい練習を耐え飲んだ中西には、 東海大、附属合校での猛練習が辛いと感じることはなく、自分は、柔道で拾ってもらったという使命感とも相まって、周囲に素行が悪く怒られる者も,もいる中でも、中西は授業中に寝ることなどせず勉強にも励み、文武両道の高校生活は充実したものであった。必死の力、必死の心で柔道の稽古に明け暮れていたある日、本来右組であった中西が、 肘の怪我で、お箱の背負い投げを出せず、何か他の得意技を体得しようと左組からの変則技を仕掛けると、これが綺麗に決まって、相手を見事に投げつけた。たまたま出た名前も知らない技を、自分のものにしようと練習後にダコミに取り組む中誠に、松本は、洒落た技をやるじゃないか、袖釣り込み腰というんだ。岡野伊佐もやっていたぞ、とアドバイスを送った。 その後は、柔道部の中で一番体重が重い部員に相手をしてもらって、全体練習後の打込み練習に励み、その積み重ねで、後々まで中西の必殺技となるほどまでに、消化していった。また、軸となる技を覚えたことで、左右の一本背負い投げなど他の技のバリエーションも、広げることができたという。1977年4月に、 東海大学に進学すると、柔道部監督の佐藤信之から、まずは目標を持てと教えられ、中西は 71kg 級で、日本一、大学の団体戦レギュラー獲得、体重無差別で行われる全日本、選手権大会への出場、世界選手権大会や季五輪で、優勝、という4つの目標を自身に課した。当時の東海大学には1学年先輩で、 全日本王者かとなったばかりの山下康弘や中西と入れ替わりで卒業した 71kg 級の第一人者の勝木清清人中西より一つ下の階級の 65kg 級で世界を目指す柏崎勝彦といった OB 連中また世界各国のナショナルチームがでけいこにやってくるなど練習環境には恵まれていた力必達の佐藤の言葉を念頭に 一切の妥協を許さず稽古に打ち込んだ中西は、乱取り稽古では、好んで、重量級の相手にぶつかり、小手先の技ではなく体全体を、目いっぱいに使った、文字通り、体当たりの柔道を心がけた。他の部員たちからはその腕力やスタミナから、鉄人と恐れられ、気がつけば、団体戦のメンバーにも抜擢されていた。持ち前の粘り強さや、勤勉さついて、 こればっかりは、幻覚で、曲がったことが大嫌いだった父親に感謝するしかないと、中西。練習で、監督がいる時といない時とでは、雰囲気が全然違う。自分も先生に見てもらいたいという気持ちはあったが、先生が見ていない時ほど頑張らなければ意味がないと、今しめて練習していた、自分は、天才肌ではないから、少しでも怠けたらすぐに落ちてしまうのではないかという、 危機感を常に持っていたと10回する。大学3年時には、ソ連国際大会の 71kg 級、日本代表に選抜され初めての国際大会に、出場。期待よりも、不安の方が大きい中での試合だったが難なく、勝ち上がり、決勝戦では、前年の世界選手権大会の銅メダリストである、ソ連のダマズナムガラウリと、相対した。 試合中の一瞬の隙を突かれる形で豪快な帯取り返しに破れはしたものの、当時日本人選手がなかなかソ連国際大会で勝てない中にあって、初出場、準優勝を遂げたことで、中西は世界と戦う感触をつかんだという。それでも、大学在学中4年間にの目標しか叶えられなかった中西は、一層柔道に精進すべく1981年に、 東海大学大学院に進学すると、一年先輩の山下康弘と一緒の家に住んで、トレーニングを積んだ。1982年には4月には、ライバルの中流自体四段とともに 71kg 級ながら、全日本選手権大会に出場し、かねてからの念願を果たすと同時に、初戦突破の意地を見せた。同年9月の、 全日本選抜体重別選手権大会で西田隆弘に競り勝って優勝を飾りついに階級別の全日本王者となると翌年3月には行動完売で準優勝7月の全日本選抜体重別選手権大会では連覇を果たして同階級の第一人者に上り詰め10月にモスクワで開催の世界選手権大会の日本代表に選ばれた 大会では3年前のソ連国際大会決勝戦で玉津ナムガラウリに敗れた時の写真がポスターに使われていたのを見て余計に闘志が湧いてきたという3回戦ではそのナムガラウリと対戦し相手の得意技を封じて小内狩りで技ありを奪い雪辱を果たすと決勝戦では1980年のモスクワ五輪で優勝したイタリアのエツヨガンバを 北条司法型で破って優勝を果たし、ついに世界王者となった。大学入学時に4つの目標を立ててから、実に6年での目標完全達成であった。1984年8月のロサンゼルス五輪では、初戦で韓国の安柄根と対戦した際に、あばら軟骨を負傷したのが影響してか注意を取られるなどして敗れ5位に終わった。また、 1984年5月と1985年7月の全日本選抜体重別選手権大会はいずれも3位だった。ほか、特に1985年4月の行動完売では、当時世田谷学園高校3年になったばかりの子が、年彦に敗れてこちらも大会を3位で終えるなど、世代交代を印象づける形となった。この間、東海大学大学院から、 和歌山県教育委員会を経て、1985年に、東海大学の姉妹校である、国際武道大学の柔道部ヘッドコーチに就任すると、これを1990年3月まで務めて、多くの更新の指導に当たった。同年4月に柔道部の副監督として、東海大学に戻り、1993年12月からは1年間の、イギリス留学も経験している。 1996年には柔道部監督を任せられたが、この頃から東海大学の暗黒時代を迎え、1997年から2001年までは全日本学生優勝大会のベスト4にすら残れなかった。持ち前の真面目な性格ゆえ、中西は勝てない時には全ての責任を感じていたと述解する。 身体について真剣に悩む忠誠を思いとどめさせ、また支えたたのは、妻、道子からの叱ったげきれいと、長男の務むの、大きくなったら、パパの代わりに、僕がその大学をやっつけてやるという言葉だったという。2004年に、東海大学の柔道部監督を再度引き受けると、同年の全日本学生優勝大会には、小賀神也、今井俊博 マスブチジュといった選手を主力に据えて出場。高い傭兵を擁す国士館大学との決勝戦では三照の村上和幸が裏投げを決めて東海大学は実に8年振りの日本一に輝き、この瞬間に部長の山下康弘とがっちり握手を交わす中西の写真が多くの新聞や雑誌に掲載された。以後は 東海大学の黄金時代を築き上げ、特に2008年から2014年まで他を寄せ付けず、前人未到の7連覇を果たしている。現役時代に培ったことを現役選手たちに還元すべく長らく指導者生活を続ける中西は、自分が五輪で負けた時には、挫折感があったが、やり残したことを中村健三や井上光生がやってくれた、彼らが、 五輪や世界選手権大会を取ってきてくれて、自分の失敗経験も生きたかな、と思えるようになってきたと、自身の指導者人生を謙虚に振り返る。現在は、東海大学体育学部武道、学科教授兼柔道部部長を務め多くの行進の、指導に汗を流す傍ら、競技者としては全日本柔道系競技大会では、神奈川県警察の松本雄二七段とともに、 古式の形を披露し、2018年2019年と連覇を果たしている。ありがとうございます。